ラーボエ海軍記念碑は、ドイツ、シュレースビヒホルシュタイン州、キールに近いラーボエに位置する記念碑である。1927年に着工し、1936年に完成した記念碑は、もともと第一次世界大戦中に、ドイツ帝国海軍で戦死した犠牲者を追悼していたが、1945年には、第二次世界大戦のドイツ海軍の戦死者も加えられた。 1954年には世界大戦中に戦死したすべての国籍の水夫のために再び捧げられた。記念碑は頂上に展望台のある高さ72メートルのタワーから構成される。展望台は海抜85メートルにある。記念ホールと技術博物館を収容する第二次世界大戦時代の U995 は記念碑の近くにある。また、この地域は 人気の観光地となっている。U-995 は世界で唯一の現存する u トセブン型である。タワーは建築家のグスタフ・オーガスト・マンザーによって設計された。彼はこの形が何かを象徴しているわけではないが、これを見る人が明確な感情を持ってくれることが目的だと述べている。これは頻繁にバイキング戦の選手や、 潜水艦の司令塔に連想される。イタリア、グリンディジのイタリア人水夫記念碑は、ラーボエのタワーに似ている。ありがとうございます。